こんにちは、ルームレシピ店長の樋口です。今回は撥水加工のテーブルクロスについてデモンストレーションを交えてご紹介いたします。ルームレシピで販売しておりますテーブルクロスやテーブルマットの中には撥水加工の表示がされているものがあります。これはビニールコーティングとは違ってゴワゴワ感もなく、布の風合いは保ったままフッ素樹脂による強力な撥水性能を発揮します。では早速その実力をご覧いただきましょう。分かりやすいように白いテーブルクロスに赤ワインを垂らしてみます。さてこのようにすぐに水玉となって弾きます。あまり時間を置かずに布巾で吸い取るようにして拭き取れば後にはシミが残りません。もう一度やってみましょう。今度はスプーンですくってみます。ほとんどすくえます。定番のデリシャスカラーシリーズのテーブルクロス、テーブルマット、ブリッジランナーにはすべて撥水加工が施されています。まずはこれらのカラーコーディネートを楽しまれてはいかがでしょうか。皆さんのセンスと工夫で家族団らんのひととき、楽しい食卓を演出してください。